はい、最近のね、YouTube の近況報告ということで、ちょっとまあたまにはよくしてるねたまにはこういう話もしてみようかなと思って、はい、僕は YouTube 動画を始めたのは2016年の11月からスタートして、これで1年と4ヶ月5ヶ月ぐらい経ったと思いますけどね。3年ぐらいはね、一視聴者として、普通に見てたんですけどね。ところが、ある日ね、このチャンネルの動画第1号は、ワゴン R の車中泊に関する動画だったと思うんだけど、あれはね、本当偶然で、ポケットの中にスマホが入ってて、ワゴン R の中でね、ここで車中泊する方法の、動画撮影でもしよっかなと思って、撮ってね。で、撮り終わったらね、YouTube アプリ見たら、なんかカメラのマークがついてたんでね、その時に。で、これなんだろうと思って押してみたらさ、そのままね、アップロードできたんですよ。で、そのまま動画がヒューンと上がっちゃったんでね、そこからですね、YouTuber としてスタートしたのが。YouTuber の定義っていうのも人それぞれね、あると思うんだけどね。はい。僕はね、自分は YouTuber だと思いますね。YouTube が大好き。大好きですね。これに関しては賛否両論いろいろあると思うんだけど、僕は YouTube 大好きで、たまたま映像クリエイトをしてたら、そこが YouTube だったっていうのとは違いますね。YouTube のプラットフォームであったり、この仕組みであったり、すごい好きでね、やっぱり YouTuber だと思ってますね。で、こうやって YouTube 始めて、で、当時はね、すぐに収益化もできるんでね、で、ちょっと細々と始めてね、やって、どれぐらいかな、本当に最初はチャンネル登録者も少なくて、10人とか20人かな、それぐらいだったと思います。河原でね、撮影してチャンネル登録20人になりましたっていう動画をね、撮影したんですよね。で、お家に帰って戻ってアップロードすると、もう30人になってたと。河原に行ってる間にもうすぐに10人増えててね、あらって思ってからですね、もうそこからですね、急激にチャンネル数が登録数が伸びてね、あるよあるよという間にぐる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 回ってね。で、現在はどうですか。もうこれ公開する頃に1万人になってるかな。1万人になってるかもしれない。っていう風になりましたね。もう、ありがたい限りでね。だっていつも見てくださる方がいてくれるおかげでね。それもモチベーションになって。あとその反面ね、今怖いくらいに回ってるっていうかね、再生数がね、この先どうなっていくのかっていうのがちょっとこう、受け入れ体制が整ってないっていうかね、ノリっていうか、そのコンセプトであったり、体制であったりっていうのはね、動画解説当初から何も変わってないんですよね。あの貧乏生活の頃と同じような状態で、今に至ってて、あの頃はね、ほんと生活するのもギリギリでしたね。ギリギリ。お金がない、なくない、足りないっていうとこまでは切羽詰まってはなかったけど、やっぱギリギリでしたよね。だからスマートフォンを買えなかった。そう簡単には。買うとしても、本当にただ同然みたいな値段のものしか買えなかったですよね。ほんでうまくやりくりして、で、あの頃はね、スマートフォンの性能も良くなくて、画質も悪くて、音がね、悪かったですね。毎回苦情が来てました。音が小さいとか、画質が悪いとか、しょっちゅう苦情が来るけど、どうしようもなかったからね、スマホ買えなかったからね、あの時。通信環境も格安 SIM、月額298円のさ、ロケットモバイルでね、あれでね、YouTube カットでやってたんですよ。あれで動画アップしてましたからね。
そんな状況から今やね、ほぼ毎月のようにスマホも手に入るし、通信環境もね、あの頃と比べると今はのぞみ Wi-Fi でね、高速でライブも動画も好きなようにかけれる環境も整ってる、ただね、根本は変わってないですね。まあご存知のようにね、今もうそこそこその生活できるようになってるし、でなんていうのかな、まあまずお金に困るってことはないなくなったんですけど、でも生活水準っていうのは全く変わってなくてね、相変わらずストロングゼロを飲んでるし、まあ牛丼の並盛りが大盛りになったぐらいの変化ですよね。でだからそういう生活水準になんか適応まだできてないってところですよね。どうしていいかわからない。まあそんなことする前に動画を作れよってところですよ。まだ動画を作るってことが楽しいんでね、これ今目いっぱい楽しんでるっていう感じですね。なのでまあこの先まだ始まったばっかりっていうか、こうやって急激に伸び始めてね、でこの間急上昇にも乗ったんですね。そういえば動画が急上昇に乗って、まあどうなったかって話しますとね、あのね、急上昇って分かりますか？ YouTube アプリの中にもいろいろアイコンがあると思うんだけど、その中に急上昇っていう項目があると思います。それはなんか話題になった動画が、まあ、突然ピックアップされてその急上昇の中に載るんです。で僕の動画も載りました。あれいつ？夜のね、何時かな、夜8時かな、夜8時ぐらいだったと思います。そうするとね、どうなるか、通知が来るんですよ。あなたの動画が急上昇に乗りましたよみたいな感じのね、通知が来てですね、で見に行ったらね、僕の動画が入ってました。で、おーっと思ってね、でその瞬間やっぱり再生数がガーッと上がるんですね、その動画が。で、あ、これどうなんだと思ったらね、2時間ぐらいで終わりました。2時間ぐらいで、まあその表示されなくなってね。で、その瞬間だけちょっと上がったっていうだけでしたね。別に何かチャンネル登録数者が変わったとかっていうの、あの頃ね、1日だいたい100人ぐらいチャンネル登録者増えてたんだけど、その日はね、50人ぐらいしか増えなかったですね。で再生数も、まあ、ちょっと上がったかなっていう程度で終わりましたね。そんな大した伸びじゃなかったです。あららみたいな。1割も伸びたかな。その動画単体ではね、伸びたけど、全体に増えた量としては、ちょっとだけでしたね。ほんのちょっと。あれみたいな、でしたけど、まあまあ、貴重な経験でしたね。そういうことを、そういうことにも遭遇するということでね。はい。なので、まあね、この後もまあ変わらず動画はね、もうバンバン作り続けますよ。まあ、僕自身はね、どうすれば再生数が伸びるか、チャンネル登録数が伸びるかって、テクニックっていうのは分かんないです。本当に言うとなんかまあそういうノウハウとかがあるんですよね。あるんだけど、まあ自分はとにかく動画を作り続ける、撮り続ける、もうこれしかないと思ってね。あとはまあ、それでまあ、行く末を見守るっていうか、まあ、出たとこ勝負みたいなところでね、やってます。で、まあ、装備もこれといって何かが良くなるわけではないですけどね、これ以上ね。まあ、大体、スマホも、タブレットも、パソコンも一通り揃ったので、何かこう、ね、目標とかさ、今後どうしようとかって、まあ普通はね、まああると思うんだけどね、自分はそれないんですよね、全く。現状維持ですね、現状維持。この状態がいつまでも、まあ、続けばいいなっていう、まあ、思ってますね、そこから上を目指そうとかっていうことではなくて、
この状態を維持、明日もねこうやって動画を作って配信する、ライブしてみんなとお話しして、そうやってこう一日過ごせたらいいかなと、思ってるところでございます。はい、しまった、これ今気が付いたけどこれ内蔵マイクだったまあうまく撮れてるといいけどね。まあそんな感じでね、今後も変わらずね動画を作っていけたらなと思ってます。はい、で皆さんもね、今ほとんどの方ね、まあ視聴されてるだけかと思いますけども、ぜひですね動画作りにねチャレンジしてほしいなと思って、ちょっと風切り音があるかもしれないんで、まあ、動画自分でチャンネルを持ってね動画を作るといろんなものがねガラッと変わりますよね。ガラッと当然ね YouTube つって友達も増えてくるし、ひょっとしたらねこうやってうまくヒットすれば YouTube だけで生活できるようになるかもしれないし、どうなるかがわからないし、まあ、そうじゃなくてもねこうやって動画を作ってみんなに見てもらって、まあ毎日楽しく過ごすってことができるんでね、ぜひね一人でも多く YouTube に挑戦してくれる人が増えたらなと思います。はい、てなわけでちょっとねまたまとまりのない話しましたけども、まあ、この動画がね、まあ、面白いなと思ったらねまたチャンネル登録していただければと思います。ということでさとちゅんチャンネルでした。